始まりましたね、今日もね。そうですね。そろそろ寒いね、ブルークレー。超寒いですよ、寒い、もう。もういつもね、もうね、今日も腰が痛くてしょうがないな。え、なんだ、なんだ腰痛いもうね、腰悪いからね、もう。あ、そうなんですね。冬だよ、寒いよ、もう。そうですね。ちょっと引いちゃいます。そうだって、2時頃起きて、布団から出れないよね。え、今日服は破らない。破らない。もう服破っても全然、ちょっとね、行こう。ねねじゃねねじゃねじゃネックレスも取っちゃえば、ああ取っちゃう、もうちょっと脱いじゃえばね、脱いじゃえばちょっとここでも暑いから、暑いですね、暖かくて、俺もね、どうかな、もうね、やばいね、これ、いえいえ、トマさんね、あれ、方言抜けた、方言、ちょっと抜けちゃいました、方言抜けちゃったね、関西弁出てないよ、出てないですね。え、なんかどうした、今日関西弁ない、今日はちょっと標準語のヒーみたいな、それヒーなんすね、ヒーなんすね、ヒーなんすね、あー、オッケーオッケーオッケー、もう結構めちゃくちゃ、もう本当今日はもう楽しみだね、そうですね、まあ、それそろそろ行く、行きましょう、第9回放送ということでね、そうですね、行けよ、はい、トマト魅力のバイクでワンチャンあるちゃん、初回で枕してくれるっていう話あるよ、ね、枕してくれる、誰な、誰な、これミロコの名前出た気がする、いつも決定だ、 F1 ともう一曲、今日何の曲、何曲、何の曲かけて、チュチュしたい、人高やん、知ってますか、人高ください、人高ください、チュッとしたーい、チュッとしたーい、たーい、たいへぇーへぇー、ジンタカや、ね、知ってますか、ジンタカ、でも知らない、ジンタカ知ってる人、はい、知ってる人、知ってる人、ミドクアゴヒコが、もはや俺は歌じゃない、チュッチュしたーい、まあ僕らで言うとは何ですか、チュッチュしたい、多分東京の標準語で、たぶんチュッチュしたい、トモさん的にチュッチュ、チュッチュラーヤチュッチュラーヤチュッチュラーヤ、
歌じゃないんだ。歌じゃないんだ。歌じゃないの、これは。歌じゃないんだ。結構、ノリがね、結構いい感じの音。ということで、そうね、あの、第9回放送も、あとももう、9回来ましたか。9回行ったね。もう、次で10回ですよ。10回やな。どうですか、10回は。10回目行ったらもう、こう、ワンチャンアンケートという文化を変えていくか変えていかんか、ちょっと迷ってんのか、どうしたらいいか。いや、ちょっと文化変えようかな。変えようか。一新して、ちょっと、ちょっとまあ10回と慣れてきたのもあるんで、ちょっとそれよりもうちょっと、今も、多分今も面白いんですけど、9回分は。また新たな、お笑いを提供できたらなと思うので、10回がちょっと変えていこうかなと、一新して。セリフが芸人お笑いを提供していきたい。お笑い言ってるで、ハングでワンチャン2みたいなね。ハングでワンチャン2みたいな。そんな感じです。ネクストステージ。ネクストステージ。ハングでワンチャンセカンドみたいな。お、2部みたいな。2部みたいな。あるある、結構。そのタイミング。今日も行くね。おー、来ようぜー。来ようぜー。誰かな、わからん。名前付けでよろしくーん。セカンド。名前付けではダメです。イニシャル、イニシャルみたいな。イニシャルみたいな。はい。つーちゃん。ってことで、つーちゃんぽいな。つーちゃん、本編未公開にも近いというかね。本編、そんなことない。サチエ、今日も行きます。サチエ、誰なの？忘れてました。今日も言うの忘れてました。もうこれ、1000回行ったら、1000コメント行ったら、キスの流れが。だから、この曲を流した。かけたの。ねえ。いや、違う。いやー。チュッチュローな。ちょっと待って、この曲をかけたのは、1000回コメントがあるから、ね、せーの、チュッチュロイヤーって感じです。本当にこの、あの、1000です。1000コメントで、チューチューしたいです。あの、お願いします。チューチューしたいです。なんか、本物がキスするの、偽物がキスするの。トウヤと真心。それはそんな線行ってないのわからない。線行ったらどっちかが本物も偽物もないし。トウヤと魅力とか、真心とトウヤかもしれない。そういうのもあり得るから。ということで、あの、線コメント行ったらね、誰がチューするんで、あの、線行ったらね、なかなかチューする機会ないんで、これ線行ったら見れるってこと結構レアっすよ。言うて。なかなかとしないしたことないですからね。初キスみたいな感じなんで、もしするんだったら線行ったら、まだ全然200なんで。200やからな。前ちなみに700ぐらいやったんで、コメントが。あの、あと300回になります。でもやっぱ行きたいや、やっぱ。いや、僕も行きたいですよ。やっぱり、1000の価値をちょっと。1000の価値か。1000万プレイヤーみたいな。1000万プレイヤーみたいな。そういう価値や。1000コメントプレイヤーみたいな。多分、だからツイキャスで人気な人そこ行く。1000コメプレイヤー。バリおる、バリおる。バリおる。1000の価値に乗って。1000の風に乗ってみたいな言い方する。どうやっておらんかったよ。どうやって誰の最初から、トムさんでした。僕も最初これでしたよ。なんで東野とか真心って名前出てきたのな。ちなみに俺思ってさっき言ってもうたわ。言いましたね。言ってもうてた。言ってもうてたわ。私のお墓の前で。あれか。これ俺好きな曲やねんけど。なんか。これかいですか。私のお墓の前でってこう言おうとした瞬間 F1 流れるっていう。ちょ混ざる。混ざる混ざる。あれやね。私のお墓の前で泣こうや泣こうて泣くてみんなちゃんパンマドンペリ何気に流行ってます。ドンペリ、ドンペリ。ちょっとあのワンチャンアンケートいきますか。ワンチャンアンケートのコーナーいきます。第9回目今回は少ない、あの5枚、うん、5枚だけです。少なやめようか、ワンチャンアンケート。やぶるみたいな。でも書いてくれたことに対してね。せっかくな、書いてくれたから。はい。で、いきます。あの、トマさん。5枚なんで、ちょっと多分、厳選してください。いきます。サオリ誰な、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 サオリ誰な。怖っ。怖い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 。怖いよ、これ。超指ですね。これ、サオリ誰なんか5個書いてます、ちなみに。5文字。全部書いて。誰だ、サイロンダンサー、俺なるな、サボダンサー、死んでまうあぁー、不安だねが来ると思うか、ちょっとそうですね、誰だ、やばいね、すごいね、サオリ知りません。はい、あの、本当に知らん。じゃあ行きます。どうぞ。
まず初回に行きたいと思います。おすすめは誰ですか？初回になるからわざと書いたよ。初回になるから。おすすめ？やっぱり、ナイキの強しかな。間違いないっす。間違いないっす。強しけど指名できんの？でもなんか昔ありましたよね。ナイキンさん、ユウ君が言ってきた指名ありましたね。確かに。なんか、ナイキン指名する場合、席つかないっす。席つかない。指名して、あの、タクみたいな。ヘルプもつきません。無理です。あかんあかんあかん。初回とか別にいかんで、別にええんちゃう？逆に。あ、初回、うちに混んでええんちゃうみたいな。逆に初回行きたいと思う。いや、多分初回に他の初回行くみたいなんですよ、多分。だってニコ生このワンチャンアンケート書いてもらってること、これ指名のお客さん書いてもらって。そういうことか。なんでこれ、初回に行きたい子がおるってことですね。逆に枝の気持ちになってくれたみたいな。枝に対する気持ち、おすすめ、どうすか、ちなみに誰ですか、ちなみに。俺は、俺でいいと思う。間違いないです。間違いないです。すごいしも顎の羽だよね。顎の話だけかい。あのね、ミルクは誰がおすすめだ。どうですか、僕やっぱあれですね、真心。真心。なんでその名前が出てきたの？絶対もうオープニングトークわざわざこのためだけに連れてきたことバレてもうぜ。でもバレたよ。もうみんなもすごいムカムカしてるんでね、おさえます。真心くん最近入ったんですけど、そう、頑張って。ちょっと僕似てるっていうので出しました。はい、似てないよ。え、似てないよ。俺に関してはトーマとトーヤ、名前似てるな。確かに似てるわ、それは。確かに似てたら。オープニングトークのためにわざわざ来てくれたよ。発想がね、今日2人写真指名してあげて。お、うん、最高。ジャンルちょっとちゃいますけど、嬉しいです。ワンチャンコンビでみたいな。ワンチャンコンビみたいな。コンビで写真指名って。逆にもうトーヤと真心がいきなりワンチャンとか言ってるかもしれない。ワンチャンコンビ、ワンチャンコンビでって言って、トーマとマオコロがワンチャンコンビです。あー、あのオープニングトークの人な、みたいな。それやばい。面白いな。そういうとこありますけどね。じゃあ、続いて3枚がいきます。すごい、めっちゃ書いてる。すごい書いてる。今回長文が多いね。ミロクさんの顎の生い立ち、トイレはウォシュレット派ですか？パイパンにしたことありますか？チンゲ染めたことはありますか？ヤクさんとトモさんの営業方針は何ですか？フェニックスのこと知ってますか？ちゃんと呼んでね。オッケー、やぶったらあー。呼んだ、呼んだからもうやぶってへん。答えへんみたいな。答えんの大変な、これ答えんの大変。順番に答えてくれたもんな。はい、ミロクさんの顎の生い立ち。これちょっと俺分からんから、ちょっと魅力が教えて。生い立ち、小、小3、かな。なんか、触られたら出てきた、最近。ほんとに、おかしい。成長みたいな。触れる。あとなんか寝る前に若干伸びるみたいな。あ、寝る前伸びんねや。だから、寝たら伸びるから、寝る前、寝たら縮むやん。はい、寝たら縮む。この話なんか、結構前の放送で言ったら気するよな。僕も多分言いましたよ、なんか。なんか聞いてもらっちゃう。見て。トイレはオシレターですか？ビデ。それは女の子。あんまりちょっとキリンじゃん。キリンでしょ。それおしゃれ。優しいね。それおしゃれ。お尻がダーンくるよ。あと位置が違います。ストレートのカーブみたいな。位置が違います。位置が違うみたいな。ちょっと前ずらすみたいな。ちょっと前ですよ、ビデ。ずらすみたいな。ずらす。よっしゃ。ビデは近くちょっとこうずらすみたいな。こうずらすみたいな。前よりみたいな。前よりみたいな。ビデは前より。ビデ前やっていう知らん時な。とりあえずずれとんねん。どっちか忘れたわ。もうね。パイパンにしたことありますか？はい。パイパンもないよね。パイパンないや。ないない。なんか全然放置放置落ちたい。やっぱりチンゲ、染めたことありますか？僕美容師だったんで、チンゲ染めてました。はい。すごい。チン美容室。チン美容室。いらっしゃいませ。美容室。チン。美容室。いらっしゃいませ。ガーン。入りますよ。ちょっとパーマ強めてみて。パーマ強めて。痛む痛む痛む。痛む。信用室だよ。これは2人で答えれる。ミロクさんとトーマさんの営業方針は何ですか？はい、方針ね。方針なんてトーマさんありますか？方針はまあできるだけその毛を染めてあげたいっていう。毛を染めてあげたい。できるだけこう毛を染めてあげるよっていう方針ですね。だから俺指名してくれたら、毛染めてあるからさ、指名しろよみたいな。
その代わり月1絶対染め直さなあかんから来いよみたいな。あーそういう新しくないっすっけ、毛染めの毛染め営業みたいな、毛染め営業美容室チンです。どうも美容室チンです。やべやべやべ、プリンをねブローブローブロー、どう洗うんすか、洗面台これっすか、こうやったらシャワーさーシャワーさーさー、自分で洗え、自分で洗え。これは内容がやばすぎる。CM を言ってもらおうか。CM に言ってもらおうか。フェニックスのこと知ってますか？お、知ってる知ってる。バードちゃん。バードやろ。バード。バード。バード。鳥の羽ばたき。セットやん、これ。やってたし。今セットとかやってたし。セットしますか？セットスタッフさんするか。ちょっと、ジャン負けセットしよう。ジャン負け。セットグー、ジャンケン、ホイ。シャー、まあ、いけるよ、セット。お願いします。見えるように。おーせっ、おー近い近い、はい、変顔リベンジ未公開に力入れすぎ、ちゃんとやろう、わら二人でじゃんけんして、下今下下下じゃんけんして、以上変顔リベンジ、変顔か、スクショあれだけちょっと嫌なんですよ。え、もうやる、じゃあ本気でスクショみたいな、じゃんけんで負けた方が変顔を先に思いっきりやる。話の途中でじゃんけんで、そんなから吸い込んでる、うわーって、そんな後の変顔がやりにくいな。でもあの顎をさ超早く動かすみたいな技あるやん、あれちょっと公開するみたいな言ってたよ、最初の方に。あ、トモさんですよね。だからはい、トモさんが公開してるってことでしょ。さすがに結構肝なんねんな、これ。いや、じゃあ行きましょう。その後のトモさんの行くで顎を、これなかなかね、あ、顎を早動きまで3、3、2、うぃー、いや、顎を外れないですよ、それ。すごい、なんかこう、魅力と番組をするようになってからちょっと身につけた技かもしれない、やっぱりすごい。だから僕のあれで、マスクじゃん、マスク。きめー、すごいやろ、変顔やりました。10位ちゃうねんな、左右やねん、ここまでいったら。未公開動画に近寄りすぎの件ってどうですか、ちゃんとやろう。うん、未公開動画を受けるのすごいいいと思うね。いや、そんななんか力ガチコーンって感じじゃないですか。前回の未公開動画って流してもらったりします？何サイドの人？ワンサイドの人。ワンサイド、ワンチャンサイド、ワンサイド、ワンサイド、お願いします。未公開動画はちょっとやっぱりワンチャンサイドの方、お願いします。いきなりのあれで多分前回のね、いきなりのね、はい、ワンチャンサイドやから。え、前は面白かったですかね、ちなみに。うん、どうですか、ね、見てくれてること、見てくれてない子いるんちゃう、未公開動画については。どうなんやろ、ね、タイムラインとか結構やってるんですけど、ね、うん、あんまり、あれですか、うん、おタイムライン今日上げてないわ。
だからやだからかおさーこの映画からあげる放送中やから見ててあげるよ。腹減りません。腹減るな。出前頼む。うん、でしょ。放送中あと10分やけど10分で来る出前ある。寿司とかじゃんまけ買ってくるんだよ。出前にしましょう。これもう絵はもう10分やし、今度でええよ。公開動画流れへん。お前ちゃんちょっと止まってます。じゃあラスト1枚いますか。もう流すしてください。流せます。流す。なんか良かったね。はい、なんか最高ですね。対面でね、もう最高。車とか好き。車まあまあ車は好きだ。そうっすね。言うてどうかなみたいな。車もどうした。どうした。なんかちゃう。なんかちゃう。今回はどうした。何が起きて。ガーこれはいやすごいよ俺。エンジンが好きやねん。すごいこうさ、はい、あー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 って言ったと F1 だねめちゃ普通の声戻ってるしF1 だねエンジンが急に急な切り返し急な切り返しちゃった。面白かったですね。あの一番トマさん見事だけど気に入りなのが、いや一番ね気に入ってますね、はい、前回気に入ってるのがトマさんが第8回目の見事が気に入ってるので。だって別にエンジンガーンとか言わんやん。小学生エンジンガーン言うてエンジンガーンやばい。何のための未公開なのみたいな。もう未公開をもう公開するっていう、もうこれ新手の手法やから。ここまでね未公開やけど公開しちゃう。確かに新手の手法っすね。未公開やけど未公開やけど公開する。新手の手法すぎやろ。何のための未公開。確かにその通りやと思う。面白かった。エンジンガーンやな。ラスト1枚これを持ってワンちゃん写真があるので、あります。レディース&ジェントルマン F1 のカップリングで歌えや CD 出して。レディース&ジェントルマンってレディース&ジェントルマンってレディースレディース&ジェントルマン何女の子と男の子みたいな紳士みたいな紳士ジェントルマンみたいな、みたいな、イギリスですみたいな。イギリスんだそれね。なんかリズムとかつけることができない。レディース&ジェントルマンに対してちょっとそれはこの曲なんか歌詞だどの何かの曲入ってない。この歌詞ワッツァンです。え、ワッツァン。ヘイワッツァン。ヘイやつ赤にしちゃえん。どういう曲やったの。普通に、ここ多分強調はあんまないですよ。ないんや。え、じゃあ曲はここの場所歌って原曲は原曲、レディース、レディース、ジェントルマン。レディース&ジェントルマンじゃないのそんなにそんなにここ強くないっす。そんな強ないや。そんなにここはあの強くなかったっす。じゃあ F1 のカップリングに歌うってことは F1 をこう A 面にして B 面がレディース&ジェントルマンって曲にするみたいな。それあの、うん、10枚限定とか作りたいですね。10枚限定買います。みんな逆に1枚いくらにします。1枚もう小計でいく。小計それかもう200円とかする。小計3000円3000円か。カロリーみたいな感じ。カロリー1セットか CD も1セットみたいな感じ。おお、なんかシャンパンでかいた人につけるみたいな。うんうんうん、それでも全然10枚限定。それでいく。あんまり作らなかった。作るなら全然僕行きます。あのレコード借りて、やろうかな。ワンちゃん F1 カップリング、今年までにやりたいかなっていうのはあります。ある。はい、じゃあやろう。やりましょう。そこはホストで CD 出すな。新しいしかも F1 なんか関連性がね難しい。レコードが F1 みたいな別にレーサーでもないけどみたいな。レーサーでもないくせにみたいな。著作権取らないのが大丈夫かな。そうかなそうやな。ってことであのワンちゃん作ります。 F1 カップリングで指示出して、あの出すかもしんないです。お願いします。その時は分かった。ってことで続いてワンちゃん写真、あともうやばい5分しかない。ほんま？はい、25分。なんか、おもんなくない。はは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 は。ワンちゃんの、お願いします。お願いします、あ、これなんすか。これはね、あの、周年の時のあの画像やね。あの、幹部で写真撮ってる。お
左からどんどん順々に真面目な顔になってってるね、これ完全に。左からあのね、どんどん。確かに。左からどんどん。レイヤーまで行くともうしっかり真面目みたいな。で、言うとバリ笑うみたいな。言うとバリ笑うみたいな。で、下にちょっと髪落ちてるね、みたいな。髪ちょっと拾おうか、みたいな。あとで、続いてお願いします。あ、まあ楽しそうにね。確かに。やってますよね。おお。画質の悪さ。絶対 iPhone4。iPhone4。これは周年の幹部の人で撮りました。プラスじゃあ続いてお願いします。あ、これ仲良し写真ですか？出た。スーツやったもんね。スーツでした。どうですかスーツは？ワンチャンあるんちゃうでしたよ。ワンチャンあるんちゃうって感じでした。で続いてお願いします。あ、続いてこれ明日？明日っすね。明日ハロウィンイベント、ハングオーバーハロウィンイベント開催です。うん、ハロウィンね。何するかもう決まってんの？全然決まってないですけど。マジで？やばいやん。やばい。やばい。やばいや。勢いであの決めます。大体。勢いでは。うん、思ったんですけど、はい、なんか今日あんま思わないですね。なんか俺ちょっと思って、なんか今日あんま思わなくない。オープニング面白かったです、結構。オープニング僕、今日一番で良かったのかな。あ、これちょっと力入れたな。ちょっとあれで任せましたね。あの勢いに。大体おもろいんじゃん。はい。あの、コメントいきますか。全然コメント増えてないし。コメントな、もう。生育期ないし。もう。そんなチューチューも。おもろないからせんでええよ、コメントみたいな。逆にみたいな。言ったら逆にそんなことないよ、みたいなコメント来るかもしれんよ。スーツ良かったよ。たまにスーツ着ると締まるよね、やっぱ。確かに。いやなんかカチッとなりますね、スーツは。帰ったらなんかすごい脱いでるとき結構気持ちよくないですか、スーツって。スーツ脱いでるちょっとなんか重っかいみたいな、ガーみたいな。どうやってシャツも1枚に終わり、1枚に。そんだけ寿命は短いじゃん。1回来たら捨てる。1回来たら捨てる。すごいな。やっぱスーツみんな好きなんかな。最近あのスーツさ、あんま着ないホストとか増えてるけどね。確かに。なんでなんですかね。なんかどうなんですかね。エンジンガンやからじゃん。ここでエンジンガン、ここエンジンアクセルじゃないですかね。スーツ着てふわみたいな。あ、次10回放送ですね。記念すべき10回放送。ちょっと急ぎ始める。1分前やからみたいな。あの、スーツでやりたいかな。もし、スーツで来るかもしれないです。スーツ好きやからみんな。スーツ破るかもしれないです。マジで綺麗にこう、破るみたいな。さあ、それで行く。ネタバレじゃないですか。言ってもうてるやん。言ってもうてるやん。5時のミーティングじゃないですか。5時のミーティングやん。会議の打ち合わせみたいな。あと10秒前ということで、はい、集中できませんでした。集中できません。だけど気持ちは集中したい。あ、ちゃうんかい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。